はい、どうもこんにちは。リサ・スティックマイヤーです。はい、ということでね、第12回やっていきたいと思います。どうやって上がるのこれ。あ、こっちか。私を持ち上げて。あれ、これか。手を貸してくれ。なるほど、これをこっち持ってこなあかんということやね。こうでしょう。作業台ですね。これで、工作の速度が上がりますね。治療の速度が上がった方がいいかな。工作の速度ね、はい、上げておきましょう。で、部品の方が77溜まってるんで、何か、レベルアップしましょう。猟銃もね、使えるのかな、どうなんでしょう。ショットガンのマガジン上限、これ上げましょう。反動なしね。はい、反動なしになったね、完全に。ショットガンの弾がないんかな。弾ないですね。まあまあ、行きましょうか。まずいぞ、伏せろ、伏せろ。早速いますやん。市民が撃たれてますよ。やばい、こいつら。略奪者っすね。くさ、食いもんはボロヌツだけか。何もねえ、行くぞ。俺のスーパーマグナムが火を吹くで。え、誰かおるやん。声が聞こえますわ。やばいな。バット持っとんな。危ない危ない。来た。うい。倒した。ナイスナイス。あっぶね。バットはちょっともういらんな。めっちゃ近くにおったんや。ちょ、レンガ取っていこう。もう何もないですか。から下に降りれるのかな。誰かおるぞ。まだ見つからない。あっこか。今連中が車で回ってる。期待しよう。奴らが現れることを祈るよ。なに、必ず現れる。いい日になるさ。よし、侵入しましょう。ジョエル、2階に誰かいるよ。あそこ、これ罠っすね。罠ありますね。犬の声が聞こえねえけど。違う？あ、おるおる。あ、しゃがんでろ。助かった。引きずることはできへんのかな。危ない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 。ちょっと頭見えてるやん。
気をつけろ。ナイスナイス、強っエリ、ナイス。あっちにおんのか。向こうにもいますね。さっきこっちやな。ボート襲撃のメモ、10月10日たった今虐殺を目の当たりにした、マストロス隊と、チームの仲間たちがガソリンをかけられて、生きたまま焼き殺された、やったあの野蛮人どもは祝ってやがった、その中の一人が燃料の無駄だと文句をつけていた。奴らは数が多すぎる、俺は逃げることしかできなかった。だがあいつらの顔は、目に焼き付けた。一人ずつ買ってやる。え、なんか今来た。まだいます？行かれへんな。したっすよね。行ったりましょう。あそこっすね。え、見つかった？ひどいよ。どこっすか？どこどこどこ？後ろかい。見張ってろ。あぶねえ。耐えたけども。よし、弾手に入れましたね。バットも、オッケー。え、どこ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 。危ねえ。レンガで倒しましょう、あの罠。どっかにまだおんの人。違う、そこにあるやん。危ねえ。危ねえ。ちょっと探しましょう、レンガ。罠だらけやん。ちょっと待って。そこにも書いてる。あ、おるな。見せた。こっちにおびき寄せたいな。全然近くに来えへんや。やっともた。火炎瓶使ってもた。めっちゃいますやん。倒した。おジョエル、ひどいよ。ひどないよ。もうえい、耐えて生き抜け。なに、あの漫画だな。あぶね、あぶね。ちょ、罠多すぎるって。もうないわな。大丈夫？何個かまだ残ってるはずやね。あの、はいはい、あのはしごっすかね。お、なんかある。
トラックのメモ。町にいる生き残りの洗い出しは終わった。ホテルに兵士の残党が潜伏しているのを発見したが、もう片付いた。奴らの倉庫を荒らして全てをいただいた。戦いでほとんどの乗り物が壊れた。残念ながら戦車に乗ることはできなそうだ。ただ一台の装甲車両は、修理することができた。装甲車両、50口径の砲台が搭載され、装甲で防弾対策はバッチリだ。どこかのバカが戦いを挑んでくるのが楽しみだぜ。装甲車両欲しいっすね。これかな。これ乗られへん。これは無理っすね。あれエリーどこ行ったっけ。あ、ここか。こっから向こう行けそう。っていうか建物の中に入れるってことかな。お、ラッキー。ナイフ1個使って開けましたね。 OK 回復しましたよ。完璧。めっちゃ取った。バックダンスね。ねえ、持ち上げて。これですね。返せ。よくやった。橋に向かってるね。もうすぐだ。あれか。これ以上は上には行けない。出れましたね。似たようなところに住んでた。ボストンの中で。書かへんのこれ。お、ちょっとは泣いたけどね。組む幼年学校無理か。うん、つまりは個人でしょ。ここの子供はどうなったのかな。もう長いこと使われてなさそうだ。もう子供じゃないだろう。アイテムありそうなんですけどね、この辺に。ほら、あった。またあった。この路地を通ろう。お、合ってんの。心配するな、頭を下げてろ。おるな。この路地しか行けないかな。めっちゃ通っとるけど。誰かおる？オッケー、いますやん普通に。
よし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 。バレた。よし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 。来た。うい。見かけてくれ。ありがとうジョエル。よしよしよ。めっちゃ来るやん。あれか装甲車。爆弾で倒されへん。あの爆弾来たね。なんかできへん。なんか狙われへんかな。痛い痛い痛い。あ、やばいなこれ。あら、爆弾回収できへんかな。トラックを避ける方法。あれですよね。避けれるけどな。おんのかい。危ねえ。どうすんのこれ。割と大変なんやけど。危ない危ない。あ、入ってこられへんやろ。そやけど、まだおんの？いや、めっちゃ来るな。
ほらほらほら、中入れるやん。お、入れるぞ。中入れました。2階？どこっすか？どっかからあの戦車やっつける方法があるってことじゃん。アイテム取れそうっすね。ってことは3階？3階行けない、2階からっすね。2階から3階に上がる階段があったような気がするけど、踊り場多分行けるでしょ。これ何もなかったかな。ここやと思うんですけどね。ここね。お。負けたぞ。負けたな。倒すことはできなさそうですね。これ以上いけない。行かれへんのかい。カプセルが、30、聞き耳の範囲、よし、上げておきましょう。だいぶレベルアップ式だな。こっからかな。よしよしよし。でどうすの？いけんのこれ？やばいやばいやばい。バレてはない。死角になってる。早くこの中入らないと。おお、いけた。マジ？子供。ジョエル、まだ、おいまだ、ジョエルやめて。ボコボコにしてるやん。離れろ。これは違うの？落ち着くんだ。悪いグループと違うの？大丈夫だ。悪い奴らじゃない。銃を下ろせ。なんか出てきましたね。うわ。これひでえな。襲ってきたらそっちだ。奴らの仲間だと思ったんだ。だがその子がいた。奴らのグループに子供はいない。死んじまうからな。あ、血が出てる。ああ、なんでもない。ヘンリーだ。おいつはサム。あんたは確かジョエルだな。エリーよ。他に何人いる？みんな死んだ。おい、まだわかんないだろ。
大勢いたが、物資を探しに町に入ったのが大間違いだった。クソ野郎どもに襲われて、バラバラだ。今は脱出しようと必死さ。協力しようよ。エリ。だってその方が安全でしょ？そうだな。その方がいい。近くに隠れ家があるんだ。ここよりも安全だぜ。わかった、行こう。ついてこい。銃を向けたりして、ごめん。大丈夫。お互い様だしね。エリーとサムスか？ハートフォードってとこ。本当？すごく怖いところだって聞いたよ。軍がもういない。ほらあった、いっぱいある。火炎瓶強化ですね。強化された。いやもうここにおった方が危なくなくないですか。気をつけろよ。奴らの監視エリアが近い。はい、行け。ナイフが必要。ああ、あったらな。ありました。オッケー。開いたぞ。鮮やか。でかい。これはでかい。なんかブッシュがいっぱいありそうですね。取っていきましょう。よっしゃ、カプセル。ナイフ開けるのと開けへんのでは大違いな。マジで。エリー、また漫画を見つけたぞ。漫画第10巻。このぐらいですかね。やっといたら取れるのかな。取られへんのか。火炎瓶は、あ、爆弾は持っといた方がいいですね。行きましょうか。はい、行け。おい待て。おもちゃ屋さん。窓から離れろ。また走行車や。言ったな。あのトラックめ、ここに入ってからずっと追いかけられて。サム何してる。別に。そいつはリュックには何も入ってない。マジンガーゼット。ルールを決めたよな。全然重くない。ルールだ。どうだ。必要なものだけ取れ。そうだ。さあ行こう。あとどれくらいだ。近いぞ。あと少しだ。なんか落ちてない。トイザラス。誰かおるやろこれ。くそ。やばいやろこれ。どうだ。
エリー、後ろを頼む。誰かいたと思ったがもういない。おれへん。そのこと調べに行ったのかもしれん。オーケー。もう後ろ。おるやん。なんだ。えい。いいよ。吹っ飛んだらもう一匹おんな。しぶといやっちゃな。オッケー。やったぜ。なかなかやるな。そうやろ。ここか。はい、行くよ。めっちゃおるやん。はい。何も持ってへんのかい。このドアだ。奴らの近くだ。安全なのか。鍵は一つしかない。どこで見つけた。ハンターを殺したそいつの鍵だ。なるほど。みんな入れ。いや、それがまだ入らんね。ちょっと探索、ね、これなんすか。ファイアフライのタグっすね。めっちゃ向こうで楽しそうに喋ってんな。パソコン教室？広いな。なんかアイテムないっすか？お。鍵開けよった。よし、ここだ。よっしゃ。いつからここに隠れてるの？安心安心。何日か前、食べ物があるよ。来て。ちょうだい。ブルーベリーだ。大量に見つけた。食うか？いや。落ち着けって。若さ生活？なぜ移動しない？チャンスを伺ってたんだよ。で？こっちだ。見てみろよ。あそこにいるやん。ああやってあそこに集まって橋を警備してる。だが夜は相当手薄になる。その時を狙って移動するんだ。奴らのそばをすり抜けていくのさ。なるほど。確実だよ。絶対逃げる。待てて、もう一回。いや、本当に得意だ。おい。そうでしょ。いた。ブルーベリーに逃げられた。ダメだ。あんな顔したのは久しぶりだよ。ダメだ、全然ダメ。ヘリーはたくましいんだな。どこに行くんだ？ファイアーフライの基地が西にあるって聞いたな。そこに行こうと思う。何がおかしい？いや、ファイアーフライは近頃やたらと人気があると思ってな。いい組織だからだろ。居場所もわからない連中を追って弟を国中連れ回すのか？あいつの心配は俺がする。あんたはエリーの心配だけしてろ。落ち着け。俺もファイアフライを探してる。今ここだ。
軍が使ってた通信塔が町の外にある。生き残ってる仲間がいれば明日そこで落ち合う。もし一緒に来るなら今夜出発だ。しっかり休んでおくよ。もうちょっとゆっくりさせて。そろそろ出るってさ。グズグズしてたら終わりだぞ。何があってもついてこい。ぴったりな。ぴったり。ぴったりだ。よし、いいぞ。準備は？いいか？ああ、行こう。みんな離れるなよ。はい、ということで今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。